こんにちは、大輝です。コウキです。今日はまあ自己分析もね、兼ねて、コウキそっちにいるんですけど、はい。自己分析をする上で MBTI の診断っていうのがあるらしいんで、うんうん、やっていこうかなと。まあこれで全部決まるわけじゃないけど、その自己分析の中では必要かなと。そう、まあ、自己 PR する場面もオーディションではあるから、その MBTI を一つね、知っとくといいかなと思って、やっていきます。じゃあ、俺から大輝からいきます。12分以内に答えてくださいっていうことなの。12分以内ね。はい。はい。正直に答えましょう。はい。その答えが気に入らなくても。できるだけ中立の答えを避けましょうと。いきます。他人に自分自身を正当化しなければならないかのように感じることがよくある。いいよ。注目の的となることが気にならない。いいよ。ん？気にならないって気にならないだろ。気にならない。気にならないってことは、いいってことか。うん、全然、ああ、そういうことになっちゃいようでした。同意するか。やるやる、そうや。誰かを相手に腹が立つことは滅多にない。滅多にない。旅行に行くときはかなり計画を練る方である。俺は練らないよな、そんなの。練らないね。お前よりかはね。うん。俺からしたらやけど。うん、そうね。うん。気分が非常に変わりやすい方である。どう変わるかな。ちょっと。うん。確かに。浮き沈みそんな大きくないし。まあそうね。自分の行動が他人に及ぼす影響について心配することはめったにない。いやー、気にしいだからな。なんちゃう、気にしいだから同意しないか。自分の行動が他人に及ぼす影響については心配することはめったにないやから、めったにない。そうだね、自分の子供が頭のいい子であるよりも優しい子に育ってほしいと思う、うん、優しい方がいいでしょ。どちらかというと控えめで静かな性格である。まあだよな、静かだよな。静かじゃない。うん、静かだ。まあ割とね、割とね、そんなにイエーイみたいな感じじゃない。自分の所持品を誤った場所に置いてしまうことがよくある。よくあるな。自分の所持品を誤った場所に置いてしまうことがよくある。何回忘れ物したか。まあまあそうね。結果、お、ENFP の A、広報運動家型の性格。あなたの職業には興味はない。知りたいのはあなたが何に憧れない。それを叶えることを夢見ている方。あなたの年齢には興味はない。知りたいのは、愛や夢を手に入れるために、人生という冒険のためにバカだと思われても構わないかどうかだ。誰がいいんだろう、有名な人。ロバート・ダウニー・ジュニア。おー。アイアンマンじゃん。あとは、タレンティーナ監督かな ?RM だ。キム・ナン・ジュン。RM だ。ウィル・スミスとか。すご。めっちゃ大御所。スパイダーマンって書いてある。スパイダーマンって書いてあるけど、ね、スパイダーマン。スパイダーマンそんな感じない。ENFP の A。らしいです。おー、いいね。だから、あれ相性とかもあるでしょ、だって。あ、そうらしいね。アウアマンって。まあ、とりあえず僕はじゃあ、広報運動家で。ういじゃあ自分から話を始めることはない。ガブガブやな。ガブガブ。中立やん、それ。そう、したりせんがったり。中立しない方がいいんだよ。え？中立は避けるんだよ。ほんとだ。まあできるだけね。普段は非常に意欲的でエネルギッシュである。そんな、ないかな。誰にも腹立たないようにする。これエネルギッシュやか。行動力はある気がするけどな。あ、もうあるか。ちょっとあるでしょ。自宅及び仕事場の環境はかなり整理されている。環境ってどういうの？あ、やれるかやれないか。仕事の整理整頓だから。そういうこと？汚いこと。環境やね。
うわー微妙これ俺の中ではいいんだけどねって感じだ。旅行に行くときはかなり結構寝る方である。割ととてもとてもがね、立てるけど絶対にこれで行こうはないよ。立てる方じゃない、寝る方じゃないですか。寝る方ではあるのか。寝る方ではあるけど、それがかなりかな、かな、まあまあそうか。誰かが自分の E メールにすぐに返信をしたので何か余ったことを言ってしまったのではないかと心配し始める。これはめっちゃある気にしい心配性めっちゃある。それでめちゃめちゃ浮き沈みする。考えてしまう、全部いろいろ考えてしまう。機械だったりロールプレイなどをこのソーシャルイベントに参加するのが楽しい。これだからイベントってことです。ハロウィンとか、うわクリスマスとか行ったことないから楽しいと思ったこともないし、楽しくないと思ったこともない。楽しいと思わないから嫌なんだ。あ、そうか。結果主人公だよ、やっぱ俺。やっぱ俺主人公だって。 ENFJT はこんばんなんか昔やった時もこれやったんよ。ENFJT 主人公タイプや。主人公やね俺。たった今していることが全て波紋のように広がり、みんなに影響を与える。姿勢は心を照らすことも不安を伝染させることもできる。呼吸は愛を振り注ぐことも部屋にいる人々を憂鬱で曇らせることができる。眼差しを喜び呼び起こせ。言葉は自由を触発できる。あらゆる行動に人々の心と意識を開く可能性がある。有名人はオバマ大統領。わからん、やべえ、読め。他は マジでわからん、これ。主人公型の人たちわからん。わからんかも。よね。え？わからんすぎ。主人公型ってそんなに主人公。わかんないことある。いや、ほんとよ。マトリックスとかを書いてんだけどさ。マトリックスの映画の人だったら書いてるんだけど。どう回す？撮れてませんでした、出ます。はい、ということでトラブルとかもあったんですけど映像残ってたんで今回動画にしました。はい、で MBTA 診断それぞれ結果が出たんですけど、僕が ENFP の A で僕が ENFJ の T。 はい、ということでこの性格に例えば相性とかあったりもするんですけど、皆さん自身自分の性格が気になるなっていう方がいらっしゃいましたら概要欄にリンク貼っとくんでぜひやってみてください。今回の動画はこのくらいで終わりたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。